与永さんと沢城さんに一言物申してください、はい、まずじゃあ僕に。はい、あの与永さんだけでもレイヤー推しでお願いします。なるほどね。みんな推してると思うけど、はい、あ、本当に。じゃあ沢城さんには。沢城さん、沢城さん好きです。あのね、若い子たちはね、回避するために私のことを好きになることがある。あ、そうなんだ。回避のためじゃないですよ。全然そんなことないですよ。そしてね、前回来てくれた杉田さんからですね、今日現場が一緒だったんですよ、はい、1個前に、はいはい、その杉田さんから、これね、多分ね、メッセージなのかな、質問ではないと思う。ここで挟み込んでくるわけね。ちょっといきますかね。君の声がもっと聞きたいっていうメッセージをいただきました。セクハラ。さあ、わかりません。これを言えば、はやみちゃんが返してくれるから大丈夫だよって。はい、なるほど、うん。本当ですか、うん、じゃあ、この声でよければ、ちょっと、喋ってますけど。じゃあ、そうだね。だって、杉田さんがね、前回来てくれた時にね、はやみちゃんが収録日が分かったら、伝えてくれと。はい、そしたら、俺、仕事が空いてたら、こう、来るからって言ってたぐらい、はやみちゃんに会いたがってたの。本当ですか、ね、すごかった。なぜですかね。なんか最近でも全然杉田さんとお会いしてないですね。それぐらいにしてやれ。